こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。正規の商品を詐欺とコメントされました。嫌がらせ対策方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube からの視聴者様から相談が来ましたので、ぜひお答えさせていただきます。えー、私もこのようなことがありまして、 ま、繰り返し何度も何度も質問来まして、最後に、まあ、偽物とね、ま、あコメントされてしまいました。で、えー、私はですね、悪い評価一つもないので、なぜこういったね、コメントをつけられたかわかんないんですけど、ま、あこれはね、あのー、購入希望者の方の勘違いとかね、ま、あいろいろ考えがあるので、ま、あ私がね、取った、あのー、まあ、方法なんですけど、まずね、この 質問者の購入希望者をすぐブロックしました。で、コメントをね、すべて削除しました。もうこの方しかね、ないかと思います。で、こういう質問者が怖いのは、後々事務局に、この出品者おかしいっていうね、メールを送ってる場合があると思うんですよ。これがね、あのー、 なぜ目つけられるっていうか、それが怖いところなんですよね。なので、ま、ぜひね、こういった購入希望者質問来ましたら、すぐね、まあ、ブロックするとか、してね、あの、対応した方がいいかと思います。ぜひね、このような購入者が来ましたら、ぜひ注意してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルティンマニュアルプレゼントします。 なぜ10万円稼げる詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録者たいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。